これはちょっと、これは早急にでも俺は泳がさんとあかんぐらいの出来っすね。これ一回これを固定して、ここに固定しよう。これめっちゃ綺麗に水動いてますやん。回ってるよね。はい、オッケー。何をお願いします。ついに水が回り始めたっていうことで、これをね泳がします。え、どうなるやろ。泳がす、どこから攻めるか。いや、まあ、ここに一番きついとこ、うん、ここにちょっと一回明るい、ちょっと軽いっす。軽い、水の力をよ強めます。ああ、そういうこと。ちょっと回してみましょうか。パワー上がった。あ、上がった。おお、強すぎるっすか。いや、どこでもよくね。そうっすよね、その距離が重要っす。そう今は2位。そんな泳いでる感がないわ。ハイパワーにします。ハイパワーにしていくから。めっちゃ流れてますけど、これどこで泳ぐんやろ。綺麗にね、水をキャッチ。あ、今動いてるんですか。動いてる。めっちゃ水が回ってる。めっちゃ回った。こっちの方がいいんじゃん。もう川やん。川っす。海流水槽やん。カラチェンジ。おお。水流がまだ安定してないな。そうっすね。ルアーの軌道がバラバラっすもん。バラバラやな。ああ。どうしたらいいやろ。それが次ダウズビドの D になるっすね。D 始まるね。D 多いっすね。回り続けます。スパッと回るんですよ。安定感が欲しいな。どうしたらいいんやろ。エレキを荷台でこう回す。グイグイ回します。回したりしたらどうなんやろ。これ今3やろ。これ3、早くしたらやってみて。1回4、回ってるよ。4、5押して。もうこれもカメラあかんですし、水バンバン飛んでますね。家の中でこれができるってすごいな。これ、あかん。失敗で終わるのか。いや。おっと、ちょっと問題発生ですね。問題発生。あんまり綺麗に水が動いてない。どうしたらいいかな。海流水槽のスペシャリストに聞いてみよう。まあ、ごめん、一回、聞いてみたら、じゃあ待ってるわ。知恵を借りたいんですよ。いや、めっちゃ嫌。どう。うわ、やべえこれ。これどう。ワクワクせえへんこれ。いや、いいっすね。見つけましたね、こんなの。いや、いいやんこれ。この辺に、水流調整盤みたいなのを置いたり、そのカーブとほうで、泳がすのもここは単純にもう、水流起こす側。おお。泳がすのはこっち。はいっていう考え方の方が、海流水槽と同じ考え方なんで。あ、じゃあもうそっちを、そこの角を、そう、ここの角でもう水流調整しちゃって、でここはもう流すだけのもう場所で、もう捨てる、
ここを泳がすわけです。ってことはつまりエレキを逆にして、逆にしてこう回して、はいはい、が、反対か、まあここを行ってもいいし、こう置いて、はい、こう流して、はい、あれどうなってるかっていうと、うん、この辺にこういう板が2枚、3枚ぐらいついてるんですよ。どうしてかっていうと、今こう1個下がったら角でしか回らないじゃないですか。はい、角を増やしてあげると、あの、ああ、すごい、すごい、おお、おお、そういうこと、そういうこと、そう、おお、ほんならもういたや、いたです。これだとちょっと厚すぎるんで、この、はい、はい、アクリルの、アクリルとか、まあアクリル結構高いんで、何より。曲げなんかね。まあそうですね。もしくは最初からなんかそういう都合のいいものを。とりあえず今この状態に戻ったと。そう。振り、まあ振り出しに。まあまあ振り出しに近いぐらいまでに戻ったと。で、一旦これその整流させる必要があるのかを見極めるためにも、ブロックを増やして。このプロペラが作り出す流れにこう綺麗にこう外側をぐるぐる回せるようにして、そこから次のステップに行こうという。そうです。これ外が見えてますけどね。これ多分始まった時は明るかったんですこれもう暗なったから何してると思ってたのかな。さあですね、ブロックが増えて18個プラス18個ですね。はい、はい、ブロックじゃじゃん、何個あんねんぐらいのブロック、はい、1つ3キロから5キロぐらいの、はい、18個増えた。で角材も増えた。ここにもうエレキをバチッと固定ですね。固定すれば、どこにでもセットできるという、ね、このセットをちょっとひらめいたという、うんことで、で今からこのブロックをうまく形を作っていくという移動ですね。ブロックの頑張ろう。あーうわめっちゃ冷たいっすねこれ。それはそうやで。これ冬やからね言うてもいいっすよ。あ冷たい冷たい。あーよし、あーこれどうしたですか。え？これどうしたですか。いやいや、まあもう入ったもんだから。そう、めっちゃ足痛いですよ。いや、そうやと思うね。だからもうこれをとりあえず、はい、じゃあ、はい、まずこれ今多分真ん中やから真ん中やから、はい、横に向けといて、はい、1個、あ、はい、2個横に向けたらこう、そうそうこうっすね。ここっていいですか。そうだからその1個手前ぐらいで、そうここそう、ここ、あ、違うか、え、あ、ここ、そう、その上にそれを乗せる。そうです、そうです。あ、違う、今置いた、その手前の上にはい、うん、それの、もうちょい寄せて、こっちにこれを違う、そのこれをうん、それを寄せる、こっち、うん、はいで、はい、厳しいっすかめっちゃ痛いっす。痛いやろ。だから、はい、これをこれ上に乗せて、はい、一回乗してみて。こっち逆、うん、こうすか。そう、はい、はい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 。乗した、はい、乗しました、乗しました、はい、はい、その横に合わせるようにあ、こうっすね。そうです、そうです痛いこうそういうことめっちゃ痛い。なんか罰ゲームみたいな
どやっぱりね、体合わせてくださいそう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 、そういうとこで痛い、もう痛いんや、もう痛いっす、痛いっす、久しぶりに息吸うぐらい痛いっすわ、ね、それはもうね、足の感覚ほぼないということが起きてますからね。いやあるね。パンチは効いてる。映像的に。めっちゃ綺麗に回ってないですか？回ってる。今1っすよ、これで。1？ はい、2にしてみます？うわ、流れが全然いいよ。これそうめん食えない。そうっすね。いや、ほんま、ビデオぐらい。僕の出汁出てますけど、完全に。うわ、これ、来たんちゃう？タンクね、ちょっと弱い。おお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 めっちゃいい感じちゃいます、いいよ、来てる来てる、今に今にす、結構流れ聞いてますね、あーもう海流水槽乗ってるって、こう、あーええっすね、あーこれは多分そのほんまに水をきれいに整流しようと思ったら、きれいな丸がないかあかん、そうそう、角を取らなあかん、全部角を取らなあかんか、ここのここもきれいな R でつなぎたい、ああはい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 、じゃあブロックみたいな厚さがあったらその裏で巻き合うんですよ、っていうことはもうこのこんだけのブロックがもう そもそもいらんから大切ややっぱり、ね、そのストレートでそこに当たってる当たりが多いっす、これ今角度下向けただけです、下から巻き上げてきてるもんですよね、やったら、いやいやこれで一回ちょっと泳がしてみる、うん、でやっぱ流れが安定してへんね、綺麗にいってへん、でもほら、このエッジずっと巻き上げてきた、そうっすよね、そこでロスしてるんですね、そうやね、そこの角とここの角は綺麗に流さな寄れんねん、でもやっぱ左右にぶれてるのは今流れが、うん、流れがどっかで乱れてるんですよ、乱れてんねん、だからどっちからの力が強くなったり弱くなったり、そうやね、続く。もう一回濡れるっていうことですね、その次。